すいません、今緊急で動画回してるんですけど、うち金魚水槽8つあるんですけど、なんと来週引っ越しをします。こんにちは、チェア金魚です。我が家には金魚水槽8つあるんですけれども、実は来週7月の7日七夕の日にですね、引っ越しをすることになりました。よくある金魚水槽の場所を変えるよっていう引っ越し、水槽のお引っ越しだみたいな、そういうやつじゃなくて、家、私が住んでいる家ごと引っ越します。水槽8つあるんですけどね、今回その水槽を引っ越すにあたって、まあ、数が多いのっていうのもありますし、初めてのね引っ越しなんで、水槽ごとっていうのはちょっと皆さんの意見というか知識、知恵をお借りしたいなと思い、動画を回しております。今日がですね、6月の28日金曜日、ちょうど先ほどですね、不動産の契約を済ませてきました。鍵がもらえるのが6月の30日日曜日でございます。そして、お引越し屋さんがね、来て荷物を運んでくれる引っ越しの日が7日なんですね。お引越し屋さん、引っ越し業者さんって、こういう生き物の運搬はできませんよっていう風に決まっているそうで、この子たちの移動は自分たちでやらないといけないということなんですね。当然この水槽自体は運んでくれるけど、生き物はね、自分たちでどうにかしないといけないということなんでございますよ。でそれをですね、7月の7日引っ越しの日に一緒にやろうと思ったら絶対に無理だということで、前もってやりたいなと思っております。ただちょっと私が一個ミスった部分がありまして、鍵は6月30日にもらえるんですけど、新居の水水道の開通を7月の6日にしちゃったんですよ。平日ね、鍵をもらった後に引っ越しをしようと思っても水が出ないと、それではこの子たちが生きれないということで、7月の6日にこの子たちのお引っ越しをねする予定なんです。でね、具体的に、どういう風にやろうかっていう私の考えをまずお話しさせてください。まずですね、ちょっと汚いんですけど、うちにはまず1個、2個、3個と空き容器、まず3個あって、ここで4個目、水槽、バケツが1、2、3、だから6つ空き容器があると。で、ちょっと1個、もう1個水槽が空くので、7つかな、水槽じゃないや、空き容器があるような状況がまず見込まれると。なのでまずはこの空き容器たちを先に新居に持っていく、まず1つ目です。そして2つ目、空き容器を移動させた後にこの子たちを移動させる。でその移動の方法をちょっとね悩んでいるんですよ。で一つ引っ越しの大事な情報をちょっと言い忘れてました。引っ越し先はすごい近いんですよ。もう歩いて2、3分ぐらい、300-400メートル先ぐらいなので、移動は自分たちで歩いて移動できる距離なんですね。なので、長距離のねこの子たちの移動っていうのはしなくて済むんです。ほんと3、4分頑張ってくれればっていう感じ。ただ手で持ってくっていうのもあって、やっぱあんまりね重くなっちゃうと移動大変だよねっていうのがあったりだとか、あとはなんか他の人の目があるので、金魚シートはねしていいマンションだよっていうふうには確認はしてるんですけど、かといってなんかああいうこういう、バケツに水入れて、そこに金魚がいて
どっこいしょどっこいしょっていうわけにもいかないじゃないですか。水がねこぼれちゃうリスクもありますしね。なので私の考えた方法はこれです。じゃじゃん、この紐の切れたちっちゃいポリバケツ、釣りとか行くときに使うようなちっちゃい、これぐらいのサイズですね、ちっちゃいやつとビニール袋ですよ。このビニール袋に飼育水ごと金魚を入れる。そしてその金魚たちの入ったなんだ袋をこの中に入れると。でそれをどっこいしょどっこいしょと持っていって引っ越しをすると、つまりまとめると、まず1、この秋容器たちをまず新居に持っていく。そして前もってこの秋容器に水を張っておく。そして2、このちょっとちっちゃめのレジ袋に水と金魚を入れて、このポリバケツに入れてどっこいしょどっこいしょと新居に持っていく。そしてあらかじめ水を張っておいた容器に泳がせる。そして3、翌日まで金魚たちには、ちょっと小さい容器で我慢をしてもらって、7月7日のお引越し業者さんが来た時に水槽なんかは移動してもらって、そっちに1日後に入ってもらうという予定でおります。花咲きました、花が咲きました、イエーイ。はい、という感じで一応私の中では考えてはいるんですけれど、ぜひ皆様の知恵をお貸しください。まあなんかそれでいいと思うんだよな。フィルターも一緒にね、容器と一緒に持ってって行くつもりなので。でまあ今回ありがたいことに物件が近いので、一気にね車でこう乗せきって連れてく必要がないっていうのが本当にありがたいなっていうところではあるんですけれど、とはいえうちにはまだ血のみごがおりまして、誰か一人がつきっきりで見ていないといけないので、結局物の移動だったりとか特に金魚の移動っていうのはどっちか私か主人かどっちかがやりつつ、で子供はもう片方が見るみたいな形でやらないといけないので、結構それはきついなっていうふうに思ってます。まあ、ただ7月の7日のね、本ちゃんの引っ越しの日は主人のご両親来てくれて、引っ越しの間は子供を見てもらえるっていうことになってるので、ちょっとその辺は安心してね引っ越しに集中できるんですけれど、まあ業者さんが来る中で水バシャバシャもできないんで、やっぱ前日にやるしかないんだな。間に合わなくなっちゃったら水槽運んでもらえないもんな。というわけでちょっとそんな感じで考えてます。本当は6月ね30日に鍵をもらったタイミングで引っ越し始められればいいんですけれど、いかんせん水道がね6日に開通するっていうのでやっちゃったので、6日にならないとこの人たち動かせないっていうのがちょっとネックかなとは思ってはおります。あとなんかこう引っ越しするにあたってこういうところ注意してみてねとかあればぜひ教えてください。多分引っ越しのストレスでこのねゆうちゃんなんかはおそらく尻尾を充血しちゃったりとかするんですよ。そういう子なんですよこの子は、というようなリスクもね考えられるので、できるだけね金魚たちに負担のないようにはしたいなとは思っていますが、まあ多少ねしょうがない部分はあるのかなとは思っているんですが、という感じです。ぜひ知恵をお貸しください。そして考えうるリスクぜひ教えてください。なんかまくし
立てるように喋ってしまいました。というわけで、バイバーイ。